見てください、今。早かったですよね。こんにちは、チョメです。お久しぶりですね。ハロウィンパンプキン像、銀と金が、金が当たりました。皆さん、皆さん、私、0.46 円で、エルフトークンを1万枚ほど買ってみました。0.46 円で買ったんですけど、今日10月29日の火曜日なんですよ。0.44 円ぐらいまで下がってましたね。だから、4600円だったらまあいいかなみたいな感じで1万枚買ったんですけど、もうすでに200円損してますね。だから200円以上当てないといけない。で、種も溜まってるんですよ、私。で、ちょっと当たってっていうのが分かって、ちょっと再開したみたいな。で、毎日粉とか見てください。ずっと休止して、この毎日粉だけ見てやってたみたいな感じですね。結構、見てください。粉は200以上溜まってるんですよ、実は。出るのかな？出ないか。ちょっと出るときにやりたいですよね。火曜の朝とか出たのかな？いや、なんかやっぱ当たると嬉しいな。でも前外れたからね、私。一番最初の一番前のやつが。あれでも、なんかもう、やる気なくなったけど、やっぱ当たるとね、いいね。これよ、ゴールド。多分誰も今来ないと思うけど、ここに置いとくか。これ多分ね、ハロウィンの日、タップしたら、出てくるみたいな感じだと思いますよ。いいね、これ。嬉しいわ、やっぱ当たると。前外れてから、でも前外れてよかったですよ、ほんと。1万枚のステーキングの時。あれで私全部エルフトークンとかも、すべて売ったんですよ。プラスだったんですよ。エルフトークンでプラスってすごくないですよ、私。エルフトークンで損してないんですよ。で、このエルフの森自体は、もうほんと3万以上プラスなんですよ、私。無課金ですしね。このメリーゴーランドみたいなの分かる通り。このアイコン。すごいです。しかも、なんかね、ログインして遊んでるだけで、なんかエルフゴールドも19700まで溜まってるよ。シルバーも、なんか475万までなってた。なんかいろいろ、おはびとかなんかいろいろ来てからね。で、あと、こっちの、ランド買ってたからさ、お詫びが来たんですよ。で、あと見てください。チケットも518。これほんと、毎日の、これもやってないんですよ、私。なのになんか気づいたら溜まってた。あと、ランド NFT 見てください。400と70。なんか、語呂が良くないです？ね、語呂いいよね。これ、まだグアバあと1分32か。ちょっとグアバが、収穫できたら、こっちに種植えてみようかと思うんだけどね。いや、なんか楽しいね。やっぱ久しぶりにやると、エルフの森は。まあ、ゲームとしては結構楽しいと思いますけどね。もうこうやって移動みたいな感じ。いや、やっぱ当たったらね、楽しいわ。これ。次も1万枚で当たるといいな。いや、10万枚買おうかと思ったんだけど、これってさ、あれじゃないですか。星の粉でさ、どん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 当たるからさ、毎週火曜日、売るんですよね、みんな。私もちょっと、この辺で稼いだやつ、果物とかは全部売ってたんですけど、どの作物もいい冷凍の時にまとめて売ろうかなと思ってる感じですからね。火曜日とか。売る時期をね、探してるみたいな感じですかね。まあ、でも、このエルフの森自体を遊んでる人は損してないと思いますよ。この、エルフトークン少量でも。私、エルフトークンね、何枚だったかな ?50 エルフだったかな、そんぐらいしかやってなかったんだけど、上位 40% か、そんぐらい入ってまして。なんかね、1万枚じゃなくて1000枚とかでも、だいぶトップ入れると思いますよ。でも1万枚で 8% っていうことは、一部の人が大量に持ってますね、こちら。だから一部の人が大損してる。で、大勢の無課金の人はもう買ってるとか。そんな感じだと思いますけどね。全体的には、儲かってる人の方がいいと思いますけどね、これ。で、一部、大損してる、何百万とか。多分そうだと思うんだけどね。だって、無課金でも3万ぐらいですよ。3万以上ですよ。プラスですよ。だから、無課金の人が、もう1万以上とか、結構稼いでる人いっぱいいると思いますよ、無課金の人で。その数が100人だったら100万とかで、1000人だったら1000万とかで。なんか結構ね、小銭でめちゃめちゃ稼いでる人が大量にいると思いますけどね。で、一部の人が数百万とか。
損してるという、このエルフトークンの持ってる枚数を見ると、なんかそんな感じかなって思ってますけどね。まあ、エルフトークンに関してはね、さすがにね、なかなか買えないですよ。毎週火曜日にレートが変わるから、星の種の。まだまだ売り圧の方が多いからね。その、なんて言うんだろう。使える場所が増えたらさ、絶対上がるかもしれないけど、使える場所が特に、なんかもう、運営さんも粉売りまくってるから、それでなんか交換してくださいみたいな感じになってるもんな。で、当たったら、私はまたちょっと火曜日。私も、あれですよ、無課金でやって、あれですよ、粉200ぐらいって溜まるんですよ。毎日2個とかだけど。地にも積もれば山となる。私と同じ人が他にも大勢いるってことでしょう。ね、無課金も地にも積もれば山となるで。すごい数だと思うよ。で、銅の作物交換してない勢とか、町勢とかいるから、まだまだ火曜日は出ないの？枯れてんじゃねえか、これ。また出る日にやろう。ダメじゃねえか。これ出るときは出るんですよ。だからちょっとまた、取り始めますね、あと。じゃあちょっと、時間ワープです。皆さん、ほとんど遊んでなかったから、見てください、豚さんも、果物も全部のけようかなと思ってます。で、人参ができましたね。人参作ってたのは、エルフはね、そこそこ多いんですよ、私。なんかこのエルフとかも、200円で買うことができました。200円ですよ。だからまあちょっと今のうちに買ったみたいな感じですね。まあ今装備したやつは元々から持ってるやつなんですけどね。腹ペコの時にやると。で、料理とかもね、まだちょっと次の日とかになってないんだけど、ちょっとまた取りたくなっちゃってね。やっぱ当たると嬉しいね。なんか復帰したくなった。運が良かっただけだけどね。で、この左のやつとかも、なんて言うんだろう、食べ物を作らんやけんね、私。食べる。見てください、私。食料不足です。あ、食料がないです。ただね、建物もね、なんかもういらないやつも壊そうと思ってるんだよね。壊して、全部この灯台ランドポイントにしてやろうかなと思って、もう牛も豚も全部乗っけて、ここ、解放して。このエルフゴールドも、なんか大量にもらえたからね。あと今なんで人参収穫したのかというと、このビップランドパスですね、これで。これで収穫していって、あげてからこのロープとか欲しいなと思って、ちょっと間に合わんかな、あと2日と9時間なんですよね。で、まあ人参植えとくか。で、ちょっとエルフ特攻のやつがいるから、まあ人参植えてるみたいな感じですね。まあ高レベルのやつ植えた方がいいのかなみたいな。だからちょっと私はこの街ちょっと次変わってるかもしれません。ハロウィンの時にこれタップしますからね。どんなのが手に入るのかっていうので、この辺木も全部のけて、これも全部切っとくか。切っとってもうこれも一気に切れるようになったのはいいですよね。まあ今こそちょっと始めてみるみたいな感じもいいかもしれないね。いや前は本当に外れてからもやる気が一切なくなってたんだけど、やっぱね当たると嬉しいからね。あの私今あれなんだろう、こちらか1万枚しか買ってないんですよ。1万ちょっとか。でも私ちょっと追加で買ってみました。 0.41 円で買ってみた。いや、わかんないね。2020年10月29日時点、0.41 円まで下がってたんですよ。で、1万枚はね、0.46 円か、そんぐらいで買ったんですよね。ちょっと、正確な数字間違えてたらすみません。0.46 円だったと思う。だから、だいたい500円損してる。500円でこれを手に入れたみたいな感じ。当たらなかったらもう500円損、丸ごと損ですよ。まあでも、このステーキングあるからね。あと、星の種も、ね、あってやりたいからね。またね、多分11月があったらね、上がると思うんだよね、種のやつが。わかんないけど、まあ、ちょっとね、いろいろ買ってみてから、これ、もっと上位をトップね、1% でやってから、なんか引いてみたりとか、やってみたいなと思って。ね、じゃあちょっとこの辺全部ね、ちょっとイメチェンしときます。ね、ちょっと一回録画切ってね。この辺とかも豚ちゃんとかも、豚肉とかどうだろうね。私、ほんと1日1回しかログインしないから。この粉の広告だけで。だから多分もういらん、わからん。今後やることになったらどうしよう、エルフの無理復帰して。その時壊さなかったらよかったになるか。ちょっとまあいろいろ考えておきますね。ちょっと他のもできたよね。この辺も、ちょっと人参取っとこうか。ね、できてるか。よーし。
まあ本当はねリンゴとか植えた方がいいんですけどねプラス1しか手に入らなかったね。これもうちょっと作らんやけど本当。よしこれも人参にしとこう。ちょっとログイン時間長いからあやばい、11時間後とかにログインできればいいみたいな感じでやってるから。ポテトは結構作ってた方がいいのか。なるほど。こっちはちょっとごま入れた。でも久しぶりにやると楽しいわ。なんかスムーズにできるようになってるわマジであと7分ぐらいか。でこれは出るときにやりたいから。何このハテナ。あーなんか売ってあるってことね。なんか浦島、私レベル70上がって変わってないでしょ。本当に毎日ログインだけやってたんだよ。でもね今後わかんねえですよ、エルフの森アップデートでかなり面白くなるかもしれないしね。まあ、ゲーム内で儲かったやつは、まあ、そのままゲーム内で使った方がいいかなと思ったっていうのもありますからね。よーし。いや、でも本当、何度も言うけど、前のステーキング1万枚のキャンペーンの時、外れてよかったです。あの時3円ぐらいだったんよね、エルフトークンが。だから私もし、この前回、像がないんですけど、外れてたら、でもこれ外れててもこのシルバーが誰でも入手できるっていうのはありがたいですよね。これログインしてたらもらえるみたいな感じのやつ。ね、前回か、あ、前々回か。前回のやつじゃなくて、前々回の一番最初のやつは私は外れたんですよ、1万枚。3円か4円だったぐらいの時ね。だから、その時本当に、ね、本当だって1万枚持ってたから、3万円分でしょ？もうかなり損してるよ。2万5千、2万6千ぐらい損してる。多分あの時、当たってたらこの像が。だから外れたことに感謝ですよ。で、今回当たった。いや、これはもう買い時かな。わかんないけどね。じゃあちょっと日付ワープです、今度こそ。2024年10月30日。次の日になりました。皆さん、見てください、これ。街を変えましたよ。こちら、右下も、ランドポイントを見てみてください。あと、左上は、まだちょっと開放してないんですけど。今、46万1675。それプラスですね、私は、ちょっと、この、当たってから嬉しかったので、エルフトークンを、ちょっと、買ってみました。これ、いくら買ったと思います？10万枚ですよ。0.42円と 0.41円で買いました。毎週火曜日下がると思いますけど、ちょっと買った理由もあるんですよね。まあ、粉が溜まってるっていうのもありますし、なんか11月下旬ぐらいからなんか移行みたいな感じで、なんか交換レートとかが出てくるみたいな。予定ですけどね、あくまでも。さすがに交換レート 0.4 円以下はないんじゃないかと個人的に思ってるみたいな感じで。いや、もしかしたら 0.4 以下もあるかもしれない。もっと下がるかもしれないけど、ちょっと1週間ほどステーキングして、その間に金の作物、まだ私当てたことないんですよ。当てようかなと思って。それはちょっと次回の動画で粉はやります。今回はこれ。明日が10月31日なんですよ。最後にこちら、多分私この動画10月31日に投稿してると思うんですよ。で、これちょっと忘れずにみたいな感じですね。だからこの結果を今回やりますね。だから結構ステーキングしてる人いるんですね。10万枚でトップ 3% でした。2000枚とか3000枚が結構ちょうどいい感じだと思いますよ、私は。ただあれ2000枚とか3000枚でもトップ20入れたような気がするんですよね。確かですけどね、昔トップ40だったかな。いや、トップ 20% 入れてましたわ、3000枚ぐらいで。エルフトークン、だから本当にやっぱ一部の人がめちゃめちゃステーキングしてるみたいな感じですね。ただね、私エルフトークン買ってしまいました。このゲーム、エルフトークン持ってないたらプラスですから。私エルフトークン初日の IEO で損して、その後はまあ買ってからもう下がりそう、買った値段より下がりそうだったら売ったりとか、商品が売れたらすぐ売ったりとかしてたからプラスで終わったんですけどね。まあ、10万枚買ったけど、だいたいエルフの森私約3万円以上プラスだから、まあ、ちょっと自腹を切ったみたいな感じですね。10万枚だから
で3万何歩ぐらいも買ってますからね。まあゲーム内でね、手に入れたお金だから、まあ、ステーキングとかね、まあ、それもね、なくなってもまああんまりないかなみたいな。見てくださいこれ、夜はこんな感じですね。なんかいろいろ文字とかも書きたかったですけどね。まあこんな感じのね、途中報告ですね。あとフクロウの応援出したんですよ。そしたらなんて言うんだろう、乗せてくれる人もいましたね。ありがとうございます。まあ、これもね、卵とかないんだけどね、やってからレベル71にもなれそうな気がする。まあちょっとこっちもね、エルフゴールドの使い道がね特にないから、これでやってからランドポイントあげようかなと思っております。では途中報告でした。いや、やっぱりね、ゾウが当たるとね、キャンペーンのやつが当たるとやっぱ動画のネタができるから、動画投稿ができますね。また何かね、当たったらね、こんな感じにエルフの森ね、ちょっと投稿するかもしれませんね。やっぱこれ運だからね一番前ね、今回運よく当たったからね、こうやって撮ることができましたね。エルフの森ね、面白いですよ。あの、面白いっていうかね、人がいいですね、かなり。なんかフクロウの応援とか、なんかね、いい人が多いね、それマジでいい。人との出会いみたいな感じ。なんかね、優しい人が多いんですよ、エルフの森マジで。もう私の遊んでるゲームっていい人多いですよね。じゃあちょっと次の日。皆さん、2024年10月31日になりました。これ24日、私ね、ちょっとログインしてない日があったので、この星の粉のログインボーナスをちょっともらえたみたいな感じですね。なんか落ちてるんですけど、これで大丈夫ですか？これ他のところに一回移動すれば OK ですね。で、今回動画を撮ったのはこちら。31日限定でタップしたら何かがもらえると思います。なので、ちょっと見てみますか。これ、一応ね、今粉が何個あるのかっていうのをちょっと見ておきたいですね。あれ、なんかバグってない？再ログインすれば大丈夫でしたね。今粉が何個あるかっていうのを見よう。213か。日付変わった瞬間、出ないですね。じゃあタップしますよ。あれ？え？皆さん、2024年10月31日の0時3分になったんですけど、何も反応がないんですけど、これはどうやって祈願すればいいんですか？わかり次第また動画撮影しますね。もしかしたらタイムラグがあるかもしれないので、0時36分になりました。タップしてみますか。あれ？まだダメだ。運営さん忘れてんのか？私がちょっと日付間違えてんのかな？祈願ってどうやってやんだろう、これ。なんかのこれ？タップすればいいと思うんだけどね。で、私日付間違えてる？10月31日じゃなくて11月とか、もしかして。いや、ちょっとわかんないですね、これ。早朝の7時12分ですね。さすがに寝ました。これタップしたらもうできるようになってるかな。やってみますよ。嘘。え、どうやってやるのこれ。私ももらえてんのこれ。イベント期間外って書いてあるけど、よ、わかんないな、これ。一回戻してみる。で、ちょっと出してみる。え、もうもらえてんのかな、これ。いや、わかんないな、これ。さすがに、ちょっと、X で聞いてみよう。ログインし、でもタップしてもらうって書いてあったけどね。ちゃんと合ってたけど。全然反映されてない。C313分なのに、今日だけって書いてあるし。謎です。ちょっと人参でも収穫して。で、これ、やばいぞ、でも。ステーキングでもらえて、
31日にタップしたらもらえますって、もらえないってやばいよ。ちょっと教えておいてあげないと、X で。2024年10月31日9時29分。でぃ。2024年10月31日11時34分。治ってますかな？タップ。お！ハロウィンパンプキン像イベント期間中に毎日祈願することで報酬を受け取ることができる。本日残り回数。え、毎日？イベント期間って今日だけですよね。書き方もちょっとあれだけど。下のアイテムから一つが獲得できます。2% で星の粉100ですね。エルフゴールドが入るの？これ。エルフゴールド30とか。これもう、下全部エルフゴールド1000とかでもいいと思いますけどね、これ。どうなんです？まあ、星の粉3個とか 30%。まあ、最大100だからね、運が良かったらですかね。はい。まあ、やってみますか。だからタップ。あ、これで祈願すればいいのか。大丈夫、祈願できるかな。よーし。じゃあ、祈願です。やっぱちょっと、プラス100。あ、もうすぐ終わりました。だから、18% を引いたみたいな感じですね。これ、48% がエルフゴールド100以下ですよ。だから、なんて言うんだろう。おまけみたいな感じ。なんか像がもらえてなんか嬉しいみたいな。ね、こんな感じ。祈願はなんかおまけみたいな感じで思った方が良さそうですね。まあ、エルフトークンステーキングしてたらね。まあ、こんな感じにね、もらえるみたいな感じですね。では、ご視聴ありがとうございました。今日、2024年10月31日限定みたいなんで、これ、まだね、忘れてる人いるかもしれないからちょっと動画撮ってみました。こっちの左下のイベントのところに入ってたら、もう立ててやるみたいな感じですね。ただこれね、始まるのがちょっと遅くなったから期間伸ばしてもいいと思うんですよね。受け取り期間みたいなやつね。だから結構10時間ぐらい遅く始まったからね。だからまあ多少ちょっと過ぎても、ね、いいようにしてくれたらね、まあ助かりますけどね。私はもう受け取ったから大丈夫ですけどね。またなんかキャンペーン、当たったらなんか動画撮ろうかなと思っております。でもこういうのあるといいですよね。誰でももらえるやつもありますからね。こっちは祈願できませんよ。誰でももらえるやつはね。これも結構可愛いからね。まあ私は別にエルフの森で損してないから全然大丈夫だけど、これエルフトークでめちゃめちゃ損してる人は、なんかこういうのでも、なんかめちゃめちゃあれでしょうね。なんか気分悪くなっちゃうかもしれないから、ちゃんとこういうのは時間的にやった方がいいかもしれない。今日のサムネ撮る。こんな感じですね。よし。いや、嬉しかったな、でも当たったのはね。でも遊んでる人たちはすごくいいですよ。なんか儲かる儲かないとかそういうの考えなかったら全然ね、楽しいゲームだと思いますよ。ただ、ちょっとまだ不具合が多いかなって感じですけどね。これ、いつ治るんですか？これをちょっと毎回言っとこう。ちょっと、これね、すごい治ったんですよ。これ連れ歩きできるようになってる。ほら。これ前連れ歩きできなかったんですよね。だから、あと、これぐらいですね。この、皆さん治りました？このウサギの、でっかいエルフちゃん。このエルフも可愛いですからね、すごくね。今、こんだけ持ってますからね、私なんだかんだね。まあ、ちょっとまあ、今後に、まあ、期待っていうか、ね、どうなるのか、楽しみみたいな感じですかね。では、失礼します。